はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゴンゲンです。それでは SD ケージブレイダー、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、邪道ベースの地下に行きまして、キング邪道を倒すためのね、装備品を手に入れまして、で、この上野でね、セーブをしたところで、まあ、前回は終了したんですけれども、まあ、今回ね、いよいよ、ネオドクロンガーにね、まあ、乗り込もうと思うんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、ゴンゲンが今レベル47まで、上がっております。では早速ネオドクロンガーに行きましょう。ここですね、ネオドクロンガー到着と思ったらいきなり戦闘。ギガハンター、まあ、結構ねこの辺の敵ももう逃げるようになっちゃったんですけれども、まあこのギガハンターはなんか戦いを挑んでますね。今度はダイナモン、まあ、とりあえず初手はゴッドバズーカでダメージを、あ、逃げちゃいましたね。まあ、初手はゴッドバズーカでダメージを与えて、まあ、あとはゴッドブレードで削っていくっていう感じかな。うん、結構逃げちゃいますね。絶輪 Z、まあ、ガンガン逃げてくれた方がありがたいんですけどね。反対側にも宝箱がありますけれども取れない。キメラコマンド、この敵はまだ逃げないかな。まあ実況外のレベル上げはね、まあ実はここで、まあ、ずっとやってたんですけれども、まあ結構ねあっという間にレベルは上がりましたね。エナジーボール、まあ今更いらないかな。まあ結構ね貴重品だと思ってずっと取っといたんですけれども、あんまり使うことはなかったですね。ダイナモンか、まあ少しは倒したいですけどね。まあ逃げちゃいますね。その割にはやけにエンカウントが高いですね。お、跳ね返した。まだ倒せないか。うん、そして逃げる。逃げるのであればさっさとね逃げてほしいんですけれども。お、いいですね、1000。すごいダメージが出ました。じゃあゴッドバズーカ、うん、1000でも倒せないですね。よし、まあ、経験値1200入りますからね、まあ、レベル上げは相当楽になりましたけれども、じゃあゴッドブレード、ミリ回復してくれないかな。ゴッドブレードしかないか。宝箱がどっかにあったと思うんですけれども、ゴッドブレード、あったあった、絶輪 Z か。まあアイテム欄も結構いっぱいいっぱいなんで、まあ使っちゃいましょう。キメラコマンドは多分逃げないと思うので戦いましょう。この敵はあのショックをね使ってくるんですけれど、その前に倒せないか。うん、これでショックですね。まあ、すぐに治るかな。じゃあゴッドブレード、よし、ここにも宝箱がいくつかあるので、まあ、回収しましょうか。お、いいですね。でサスライマン助
け立ちしましたけれども、ダメージがもう一桁ですからね、全く当てにはなりませんね。いやー、戦闘が多い。逃げちゃうかな。ハイパーボムか。逃げちゃいますね。キメラコマンドは逃げないので、また戦いましょう。まあ、ダメージ食らってもそんなに痛くはないですからね。お、ミリ、いいですね。これで倒せるかな。よし、これは何でしょう。パワーエナジー、まあ UE 全然減りませんからねあんまり取っといた意味がなかったですけれども、まあいいでしょう。お、跳ね返しますね。じゃあ左側も行きましょう。左側も行きましょうというか、左側がね、まあ先に進む道なんですけれども、下側に確か宝箱見えますね。ダイナモン、お、攻撃してきましたね。そしてクリティカルが出る。お、こいつは逃げない感じかな。ふう、邪道ソード、まあこれは一回こっきりの、まあ攻撃用のアイテムなんですけれども、まあどっかのタイミングで使ってみましょうか。あ、逃げちゃいましたね。まあちょっと体力は減っておりますが、お、いいですね、回復。このまま逃げてくれないかな攻撃してきますね。4のダメージ焼け石に水で逃げちゃうと。キングジャドーですね、よく来たな宇宙刑事ブレイダー、そして我が息子ブラック王子、違う、俺はサスライマンだこのバカ者め、いくら息子でもこのわしを裏切ったらどうなるか思い知るがいい。ブレイダーよ、相手をしてくれ。グハハハハ、また会おう。うわ、頭が割れる、めまいが。宇宙刑事ブレイダー、我はブラック王子なり、いざ勝負。ここでサスライマンとバトルですねこの格好は60年代かなとりあえずゴッドバズーカで、ゴッドブレード、まあダメージも大したことないんでね、そのうち倒せるでしょう。ゴッドブレード、お、ブラックアタック結構痛いですね。ゴッドバズーカたまらないか。もう1ターン必要かな。うん、何気に痛いですね。じゃあゴッドバズーカお見舞いしますか。515だいぶ効きましたね。ミリー回復してくれませんかね。まあ全然ね、ヒットポイントは余裕があるんで大丈夫なんですけれども。お、倒しちゃいましたね。権限、お、俺はもうダメだ、今から言うことを聞いてくれ。何でしょう。
キングジャドーのいる部屋には肖像画の下にある隠された通路を見つけ、そこを入っていくのだ。あ、あとは頼んだぞ。さらばだ、権限、ガク。あ、サスライマン。もう無言ですね。じゃあちょっと先に行く前に回復しましょうか。ダイナモン攻撃してきましたね。で、32、まあ大したことはないので OK でしょう。これがさっきサスライマが言ってた肖像画の並んだ通路なんですけれど、まずはこのダイナモンをどうにかしちゃいましょう。あ、逃げちゃいましたね。まあ、肖像画の下にある隠された通路を進んでいきなさいみたいなこと言ってましたが、ゴッドブレードで倒せないかな。これでいけるかな。よし。ん？戦闘が多いですね。あ、間違えた。まあいっか。これで倒せないか。よし。いや、どんだけ肖像画が並んでるんだって感じですけどね。ゴールドナイト。この敵は初めて見る感じかな。ミリがなんかやたら回復してくれますが、今満タンなんでね。もうちょい空気を読んでほしいものですが。あ、結構強いな。強いというか体力が高いですね。よし、1800、結構経験値持ってますね。あら全然歩けない。まあ別にゴッドバズーカ使わなくてもゴッドブレードでガンガン押した方が早いかな。雑魚戦は本当にね、 A ボタン連打で済ませたいところなんですけれども、まだ倒せないか。よし、まだ肖像がありますね。一番最後ですね。まあ一応ゴッドバズーカ。あ、逃げちゃいましたね。まあここに隠し通路があるのでどんどん上に行きましょう。キメラコマンドか。こいつはまだ逃げないんでね。まだ逃げないっていうか、この敵は逃げないのかな。よし。まあどっかであんな形したの中ボスみたいなやつ出てきましたよね。ゴッドバズーカ。ショックを受ける前に倒したい。ハサミ攻撃3。全然効きませんね。まだ上かな。いや、やけにキメラコマンドが出ますね。ヘビの攻撃でショックを受けちゃうと動けない。うん、動けますね。ゴッドバズーカまだたまらないか。ふう、お、レベルが上がりましたね。レベル48。まあこんな感じでね、あっという間にレベルは上がっちゃいますね。で、まだ肖像がありますね。
どんだけ書かせたんでしょうかね。じゃあゴッドブレード、んショックか。ま、1ターンで回復するんであれば問題なしですね。お、いいですね。は、まあ、ゴッドバズーカか。でまずは上側かな。まあ、ガンガン逃げてください。エンカウントが高いんでね、まあ、なるべくスムーズに移動はしたいんですけれども、攻撃、まあ攻撃してもらっても、まあ問題ないといえば問題ないんでね。あ、最終的には逃げちゃう。で、レイコさんいましたね。まあゴッドブレードでいいか。よし。いやー、助けに来ましたよレイコさん。ゴンゲンさん、助けに来てくれたのね。あ、ありがとう。いえいえ。私、信じていました。きっと、ゴンゲンさんが来てくれるのを。猫ちゃん、よかった。怪我はないみたいね。さあ、ここは危険だわ。一人で逃げられる？はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。かなり危険でしたけど。ゴンゲンさん、ミリーさん。二人が帰ってくるのを、私、信じてます。愛のお守りが光り出した。ここで初めて役に立ちましたね。ブレイダーは全開した。あ、セリフは変わんないのか。まあここで何回も回復はできそうですね。そういえば昔ここでなんか回復して経験値稼ぎをした覚えがありますね。せっかく全開しているのでダメージは食らいたくないです。まあ、今回はねこのまま、まあ、キングジャドをね倒そうかなと思ってるんですけれども、まあここでねただで回復できるんで、まあいくらでもね経験値は稼げますね。ん？クリティカルでも10。まだ倒せないか。通常攻撃の方が痛いですね。まあ、かなりねダメージに振り幅のあるゲームですからね。キメラコマンドか。まあ、レベルが48になりましたけど、キメラコマンドはやっぱり逃げませんね。ナイス。ふう。じゃあ下側の通路を先に行きましょう。またキメラコマンドか。まあ、逆にこっちが逃げちゃってもいいんですけどね。動けない。そしてかわす。動けない。跳ね返す。何でしょうこの泥時代は。これでいけるかな。よし。お、レコさんまだいますね。一人で大丈夫なんでしょうか。あ、間違えた。まあ、いっか。じゃあゴッドバズーカで、ゴッドブレード。このターンでいけるかな。ちょっと無理か。1。
ふう。お、下り階段がありましたね。ギガハンター、逃げてくれないかな。よし。お、邪道ホールに来ましたね。まあ、何回かね、このシーン出ましたけれども。ようやく来ましたね。センサーに反応なし。これは人ではなかったみたいですね。こっち側も、まあ、いっぱいね、人がいますけれども、反応なしですね。じゃあ、いよいよ、キングジャドーと戦いましょうか。まあ、ヒットポイント1減ってますけど、まあいいでしょう。こんにちは。遅かったな、ブレイダーよ。待ちくたびれたぞ。ブラック王子を倒すとはな。その力、俺に貸さぬか。愛や友情など、ちっぽけなものなど忘れろ。邪道に手を貸すのだ。悪は素晴らしいぞ。何を迷っているのだ。さあ、ブレイダーよ。力を貸すのだ。貴様、なぜ俺の術が効かないのだ。一体なぜだ。怖い。くそ、こうなれば勝負だ。俺のダイナマイトソングを食らえ。行くぞ、ブレイダー。いよいよバトルですね。完全にヘビメタですけれども。大丈夫でしょうか。で、ちょっとこっちのウィンドウにね、楽器が被ってるのが気に入らないんですけれども。まあいいでしょう。ん?ダイナマイトソング。いきなりショック食らいましたね。いて、31。ようやく動けますね。ここは先にスローをかけておいた方がいいのかな?相手の方が行動早いですもんね。じゃあゴッドバズーカ。2回使えますね。じゃあゴッドブレード、あ、でもショック使ってくるから割と早めに回復しといた方がいいかな。動けない。まあでもダメージは大したことないのでまだ大丈夫かな。あ、動けますね。まあでもやっぱり回復した方がいいか。ライフマックス、ゴッドバズーカ溜まってますね。じゃあゴッドバズーカ溜まるまではゴッドブレードで応戦しましょう。4ターンぐらいかかっちゃうのかな。お、ナイス。まだ回復は大丈夫でしょう。あ、でもそろそろなんか食攻撃きそうですね。じゃあゴッドバズーカで、ちょっと回復しときましょう。お、ミリがこのタイミングで回復か。動けますね。じゃあゴッドブレード、まあ、よく見るとキングジャド割とファンキーというかおしゃれですよね。じゃあゴッドバズーカで、ゴッドブレード、回復はまだ大丈夫。まだ大丈夫ですね。お、倒しましたね。ブレイダーよ、お前の力すべて見せてもらったぞ。お前のスーツのパワーをこのダークスーツにインプットさせてもらった。グハハハ、チェンジできるのは貴様だけではないのだ。悪の力を思い知れ。チェンジ、邪道。前哨戦でしたね。
ダークスーツ、まあゴテゴテしくなりましたけれども、まあとりあえず初手はスロー使っときましょう。お、かわしましたね。じゃあゴッドバズーカ、チェーンソー結構痛いです。ミサイルも痛いですね。この形態はショック攻撃使うかな。まあ早めに回復しておけばいいか。じゃあゴッドバズーカ溜まってましたね。じゃあゴッドバズーカ、お、いいですね。888のダメージ、883か数字も読めません。お、いいですね。エミリーちょうどね回復しようかなと思ってたところに回復してくれると本当に助かりますね。次のターンでゴッドバズーカ使いましょう。あ、そうだ、せっかく拾ったんで邪道ソード使ってみましょうか。416か、あんまり効きませんねじゃあゴッドブレード、ゴッドブレードしかないか。まだ溜まってない。次のターンで回復しましょうか。ライフマックス。じゃあゴッドバズーカ。相手の方が早いな。ゴッドブレードか。いや、体力高いですね。ミサイル攻撃も割と痛いですが、まあ、ここまでショック攻撃を使ってこないっていうことは、この形態ではショックはされないのかな。このゴッドバズーカお見舞いしたら、回復しましょうか。ミリ回復しないかな。しないか。ゴッドブレード。ゴッドブレード。まあ、特に相手も2回行動するわけではないですからね。完全に。まあ、今まで通りのタイマンバトルですね。もう1ターン耐えられるかな。お、いいですね。エミリーいいタイミングで回復してくれました。あ、倒しましたね。意外にあっさり。ま、負けた。ふブレイダーよ、貴様の勝ちだ。喜ぶがいい。だが俺は諦めぬぞ。今は地球を去るが、いつかきっと戻ってくるぞ。あ、そうですか頑張ってください。その時また会うだろう。さらばだブレイダー、さよならふふ終わったわね、ゴンゲン。ほんとよくやったわ。そうですね。さあ、みんなのところへ戻りましょう。お別れの挨拶に。まあ、これで地球が平和になったんでね、宇宙刑事の役目は終わりっていうことでしょうかね。本当に宇宙に帰ってしまうの、権現さん。そんな嘘よね。まあ平和になったんでね、あとは地球の人たちに任せましょうか。デカヤマですね。元気でな大将、宇宙でも大暴れしろよ。じゃあな。じゃあね花森博士、
ゴンゲン君や、えらい、よくやった。また遊びに来ておくれ。うん、平和になった地球であればね、いつでも来れそうですからね。久保田博士ですね。お若いの、さすがじゃな。これでお別れとなると、ちょっぴり寂しいの。林くんがよろしくと言っておったぞ。あ、そうですか。ネズミの林くん。まあ、最後に会ったときは元気でしたね。ジョーダン博士。ゴンゲンくん、カプセルは役に立ったかね。はい。そのスーパーウェポンは君が持っていてくれ。またいつか会える日を楽しみにしているよ。ありがとうございます。アスワ博士ですね。ゴンゲン君、君のその正義の心、決して忘れてはいかんぞ。はい。さあ、名残惜しいがここでお別れしよう。みんな元気でね。レイコちゃん、泣かないで。ゴンゲンにはまた会えるからね。そうでしょ、ゴンゲン。そうですね。それじゃあ皆さん、さようなら。待ってくれ。お、この素早い人は。あ、サスライマン。生きていたのか。うん、無事だったみたいですね。そうさ、セニオール。あれから、レイコさんに助けられたのさ。これを持っていけ。俺からの選別だ。白いギターを手に入れた。さっき持ってたあのギターでしょうかね。まあ、別に、いらないですけどね。白いギター。あばよ、ゴンゲン、我が友よ、アディオース。指令ですね。ご苦労、よくやったな。君たちは今日から太陽系宇宙刑事の隊長に任命された。あ、そうですか。太陽系宇宙刑事。ずいぶん広くなりましたね、範囲が。おめでとう、ゴンゲン、ミリー。あ、ミリーも一緒に。なんか昇格しましたね。早速ですまんが、君たちの新しい任務を伝えよう。なんでしょう。新たなる悪の手から地球を守るため、再び地球へ行くのだ。また地球に派遣されましたね。さあ、ゴンゲン、新しい任務に就きましょう。またみんなで力を合わせて頑張ろうぜ。さあ、ブレイダーよ、宇宙の平和のために出動するのだ。了解です。ということでね、スタッフロールですね。ギャラクシーのメンバー、ブレイダー、ミリー、ドクター、スタコフ、司令。まあ、あんまりね、ストーリー中絡みはありませんでしたが。ジャドーの悪者。この悪者っていうのがいいですね。まあ、キングジャドーを筆頭に、ウェポン、バイオビン、バトラード、エルメス、鉄拳だ。まあ、全員倒しましたね。アスカ博士と、まあ、3人のね、博士たちですね。この人たちがね、あのマスターキーをうちゃうちゃやってたんでね、大変な目に遭っちゃいましたけれども。あ、林くんもいますね。で、締めがサスライマン、そしてプレイヤーゴンゲン。こっからスタッフロールというかスタッフ紹介なんですけど、企画原案伊集院栄作のスケマロ。誰でしょうかこの人は。サウンドプログラム、あーやべ、音楽鈴尾エンスブール。ゲームデザイン、金ちゃんのどこまでやるの。完全にこれはもう匿名ですよね。お手伝い、白髪たくさん、ひげ剃らない、わかめ、味噌汁キャップ。中央研究所の皆さんのおかげです。これは台東の中央研究所のことでしょうかね。プログラム、俺だよ。プログラマーがね、なんかあの調子に乗ってあのイースターエッグ的なものをね、まあ、隠してるっていうのが今の時代とすれば、まあ、ちょっとね興ざめではありますけれども。まあこの時代のね、まあ、ファミコンの RPG なんでね。まあこういうゆるさもいいんじゃないかなと思います。ジ・エンド、グッドバイ、マイ・ヒーロー。
いや、この1枚絵も、まあ、こうしてみるとね、まあ、綺麗というか、まあ、よく描かれてますよね。まあ、ということでね、SD ケージブレイダー、まあ、無事にね、エンディング迎えられましたね。まあ、かなりね、あの、局地的な話というか、まあ、関東地方近辺のね、まあ、話でしたけれども、まあ、地球全体を救うとかね、まあ、宇宙全体を救うとかいうね、まあ、話ではないんですけれども、まあ、これはこれでね、まあ、こじんまりとまとまっていて、まあ、本当にね、プレイしていて楽しかったと思います。うん、音楽もねちょうど終わりましたので、まあ、この辺でね、動画を締めたいと思います。ということで、SD ケージブレイダー、まあ、無事にね、エンディングを迎えられましたので、今回が最終回となります。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。それではゴンゲンでした。さようなら。